はいみなさん、こんばんは。ラクタビ若村です。さあ、本日は11月25日水曜日夜の7時になりました。ほぼほぼ毎日配信しています。ラクタビ通信ライブ版今日ちょっと旅へ。本日もスタートしたいと思います。拍手 さあ、今日はですね、後ろ、楽旅京町屋の1階、大広間におきまして、月に2回、お茶のお稽古が行われています。私たちの会社の中に、茶道部、ちゃんとね、部活動がありまして、茶道部がありまして、今日、会社は6時までです。6時で終わってすぐに、お稽古ができるということで、6時からお稽古が始まりまして、今、 スタッフの中から、作動部に入部をしたスタッフが、今、お稽古をね、重ねているということなんです。今日、手前側は、小いちゃんのお稽古ということで、なかなかですね、私も、あ、一年前にもやったなというお手前もあったり、今日は塗り蓋が登場しておりまして、ちょっとまた、手数が増えて、 お作法が異なっておりますので、うーなんだったかなとか思いながら、なんとかね、昔思い出しながらも、まあ、基本のところは変わらないんですけれども、ちょこちょこと季節によってお手前が変わったりしますので、まあそのあたりで今日もですね、ちょっと四苦八苦しながらでしたけれども、先ほど、一番最初のお稽古をさせていただきまして、今、ライブ配信望んでいるということなんです。今ちょうど、 私たちラク旅のスタッフ、谷口が今ちょうどお手前のお稽古をしておりまして、どうでしょうか。谷口さんは時に新たに谷口流を生み出して、独自のお手前をしますから、みんなで、あっという時もあるんですけれども、まあなかなかね、これ何度やっても難しいところもありまして、まあそれがね、お稽古の面白いところなんですけれども、 ま、あその、いろんなことを考えながらですね、お稽古をしています。でもね、やっぱり楽しみは、お茶のお稽古の楽しみの一つは、お菓子です。今日は、11月ということで、おひたき、おひたきまんじゅうを今日はいただいておりまして、まあ、あの、お手前をするときはね、緊張感がありますが、お客さん役で、入らせていただくときは、 人のお手前を、まあ、自らにも重ねて、こう、手数をチェックしたり、でもね、お菓子が出てきますので、今日はひたきまんじゅうをいただいて、楽しくお稽古をね、させていただいています。手前が、今日はね、濃い茶、奥がうっちゃということで、二つに分かれてお稽古をね、重ねています。今、茶道部が全部で、10名ぐらいかな。10名ぐらいいまして、皆で切磋琢磨、 精進をしているということなんです。今日はね、この後、私、私もまたライブ配信終わりましたら、お席に戻りまして、私まだ、立てる方のお稽古をさせていただいただけなので、この後、ひたきまんじゅうを食べる、お客さん役でまた、お席に戻っていきたいと思います。毎月2回、このように水曜日を中心にお稽古を重ね取りましてね、3歩進んだなと思っても、また2歩下がってるんですけども、 まあそういう形でお稽古をですね、今重ねさせていただいているということなんです。ぜひまた、状況が良くなりまして、この京町屋で皆様にお茶を立てたり、お菓子を出せるようになりましたら、ぜひ、またこの京町屋でお茶会を催しまして、皆様と共にお茶の世界を楽しんでみたいと思いますので、ぜひねまた、ちょっとまだね、しばらくお茶会を開くことはちょっと難しいかなと思っておりますけれども、またぜひ皆さんと一緒に、 お茶の世界を楽しむ日を心待ちにしてみたいと思います。さあ、そしてですね、今日、11月25日は、旧暦を調べますと、今から800年ほど前、研究3年、1192年、今日旧暦11月25日には、熊谷二郎直真と呼ばれた、源氏型の武将が、 生身打仏を唱え、極楽王女を願った、法然上人のもとに出家。そうして、名を、連世と改めた日なんです。今、ちょうど紅葉が、京都は盛りを迎えておりまして、岡崎から北へ、黒谷さんに行きますと、今回光明寺があります。そこに、熊谷次郎直実が法然上人のもとに出家をする際、 自らの鎧を松の木にかけて、法然上人様のもとに出家をされたと伝えられています。その松の木が今、代替わりはしておりますけれども、熊谷二郎直実の鎧掛けの松として今も残りまして、法然上人の木造を祀る大きな三栄堂の 手前側に立派な松の木が植えられています。こちらが、蓮聖。元の名を、熊谷直真源氏方の武将が出家をする際、鎧をかけた松ということで、その歴史が受け継がれているんです。まあ、後には、大原勝利院におきまして、法然上人が、天台のお坊様たちと問答をした、大原問答の際にも突き従って、ナタステヤブ、 腰掛けの石など、熊谷次郎直実ゆかりの地は数々残ります。西山の今、もみじがきれいになっています。青、光明寺も熊谷次郎直実がゆかりのお寺となっておりまして、京都の中、至るところにその足跡が残っています。蓮が、生きると書いて錬成、蓮生、蓮生という名になって、 法然上人のもとで修行の日々を送りました熊谷次郎直実が今日、現在の今回光明寺のところで法然上人のもとに出家をしたという、そんな旧暦の11月25日だということなんです。さあ、それでは今日も皆さんに今日ちょっと旅へということで、どこかの寺、どこかの神社へと旅をしていただきたいと思います。 本来であれば皆様と直接お会いをして講座やツアーで京都の魅力をたっぷりとお届けするところなんですけれどもなかなか今皆様と直接お会いする機会が少なくもなっておりますのでこのようなオンラインを使って今 Facebook ではライブ配信をしています見逃したという方は今の模様 YouTube、Instagram にもアップしておりますので過去に遡って京都の魅力に 触れていいいたただきたいと思いますさあそれでは今日はどこの旅になるでしょうか恒例となりますこの箱の中に入りました今日の旅くじを引くことによってどこのお寺どこの神社への旅になるでしょうかそれではいきますくじ取り式ですいきますよさあどこが出るでしょうか今日は 熊谷二郎直実ゆかりの地が出てくるでしょうかいきます。こちらを本日のトークテーマとしてみたいと思います。続きまして、この中身を改めるくじ改めです。まずは私が確認をしまして、皆様に一つ、二つ、三つとヒントを出していきたいと思います。そのヒントから皆さんは、 あそこのお寺かないや、あそこの神社じゃないかななど、考えながら聞いていただきたいと思います。わかったという方はぜひコメント欄に、なんとか寺、なんとか神社と書き込んで、どれぐらい京都を知ってるか、ぜひ腕試しをしていただきたいと思います。それでは行きます。くじ改めです。さあ、どこでしょうか おっと逆さ、ま、おー、今日の。 テーマは皆さん行ったことあるかなその辺り一帯を散策している時にこの場所をよくよく通過したりしますしかしここを目的に行く人はちょっと少ないかなと思いますこの近くにに今まさに もみじの名所が点在しておりまして、比叡山のふもとです。比叡山のふもとといえば、延暦寺ゆかりのかつて、一乗寺というお寺があったり、今も地名として、一乗寺という地名が残ります。お寺はもうなくなっていますが、お寺の名称が地名として残っています。また、修学院。これ修学院離宮で地名、 または史跡の名称で残っておりますが、あれももともとは、修学寺。修学寺というお寺があって、比叡山ゆかりの修学寺があったんですけれども、これもお寺がなくなって、地名として修学院。そこに離宮ができまして、修学院離宮と名付けられています。その、一条寺修学院界隈の中にある、宇部砂神です。 そのあたり一体の土地を守る神様として古来あがめられてきたという神様です。さあ皆さんわかりますかそう。今日のトークテーマはね、こちらになります。石山全員、修学院立休、満州院。この満州院の近くにある神社です。こちら。 鷺ノ森神社と言います。鷺ノ森神社です。さあ、今日のテーマは、鷺ノ森神社ですね。皆さん、知ってますかこのね、鷺ノ森神社。ちょうどね、比叡山のふもとにありまして、今言いましたように、一条寺、修学院のあたりの、産ぶすみと言いまして、 今も、深い森の中に、お社があります。この、さノの森神社、うぶ砂神と言いましてね、これ、なかなか読めないと思うんですよ。こう書きまして、これで、うぶ砂神。つまり、土を、 生む神様と書いていますように、その土地を守り、その土地の五国豊穣を司るという神様なんです。ですから、こういう、これでね、産ぶ砂神と読みますが、産ぶ砂神の神様というのは、各地、各地にいまして、その、比叡山の麓一帯の産ぶ砂神としても崇められてきたというお社なんです。ちょうど、 石山全員修学院力を見た後に、ちょっと西側に行きまして、森があります。その森の中にお社があって、そこから抜けて、東へ行きますと、満州院。ですから、石山全員、修学院、満州院と、山麓の道を歩くと、ちょっとこの詐欺の森神社、通過することはないんですよ。しかし、 修学院離宮から少し西へ行って、この詐欺の森神社を参拝して、もう一度山麓に行けば満州院。そこから、円光寺、四川堂、昆福寺等、修学院、一乗寺界隈の名刹が次々と出てくるんです。で、このあたり一体というのは、今から400年前、江戸の初めの頃に大きく、 当時の文化人たちが特にこよなく愛した地で、石山全員そのものは、比叡山の別院として、今から1200年前、まあ、ちょっと別格で大変古いお寺さんが石山全員です。その他で行きますと、修学院離宮も400年前、第108代、ご水の天皇が開いた、天皇が開いた王者の庭園と呼ばれる、 広大なる利休が残ります。400年ほど前です。で、その近くの満州院。これも、ご水の天皇の養子にも入った八条の三宅から出てきた、両将方神皇という方が開いたお寺ですから、同じく400年前です。さらに四川堂も、江戸初めの、もともとは武士でありまして文化人に一点身を変えました。 石川定山が作ったところですしその北の円光寺も徳川家康が創建をしたお寺ですこのように実はこの辺り一帯今から400年前の当時の文化人もちろんごみ水の天皇領将方神の石川定山などゆかりの方々の地が残っておりましてそれまではあまり人が住まない静かな地だった その地に古くから祀られた神様といえば、この、さぎの森神社で、産ぶすの神様として、崇められてきたということなんです。このね、さぎの森神社行きますと、先ほど、修学院離休第108代、ご、 水能天皇、ゴミ能天皇と、ね、称される方もいらっしゃいますが、ゴミズノ天皇、ゴミノ天皇、とにかく第108代、今から400年前の江戸初めの天皇で、時の徳川将軍家2代将軍秀忠の娘、東福門院政子が嫁いだのがこの第108代、ゴミズノ天皇といいます。 この方が天皇の離宮としてあの修学院離宮を開いておりまして広大なる離宮が山麓に広がっているんですそのご水の天皇がこの詐欺の森神社から離宮へ行かれる際に渡ったという石橋もこの詐欺の森神社に残っておりまして本殿参拝の後 南へ抜けるところに石橋がかかり、これがそのごみズ天皇ゆかりの石橋だとも語り継がれてるんです。そういうね、地元を守ってきた神社としてはね、森は広く大きな敷地があるんですけれども、現在それほど観光的には皆さんが訪れる神社ではありませんけれども、そのあたり対地域の守り神としてごみズ天皇とのゆかりが残るなど、 大変、由緒のある歴史と、大きな森の中に、こじんまりとした小さな社殿が残るというわしろなんです。ぜひね、今、修学院駅から永山電車、この鷺の森神社を経由して、北に行けば石山全員、そのまま行けば満州院、南に行けば四川道なんです。ちょうどね、この修学院駅から鷺の森神社を経由していくときに、 表参道、神社に続く表参道がありましてね、そこが桜並木ともみじの並木ですから、今はちょうどね、葉っぱが色づいて大変素敵なもみじのトンネルになっていると思いますので、ぜひこのさぎの森神社を経由しながら、石山全員、四川道あたりへと足を運んでいただくといいかなと思います。ということで、 本日のトークは、サギノモリ神社についてお届けしました。本日のトークは、ここまでとなります。さあ、皆さんぜひね、今、もみじの彩りが大変深まってきています。ややね、先週、暖かい日がありましたので、ちょっともみじがびっくりしたのか、茶色くなってパラパラっと散っているもみじもあったり、でも、色づきのいいもみじもあったりと、 場所場所によって少し違いがありますけれども、彩りとしてはもう深まってきておりますので、ぜひ今週、今週末、来週と、このあたり一週間が見頃になってくると思います。ぜひ、京都にもみじを安心安全には気をつけながら、皆さんで散策をね、楽しんでいただきたいと思います。さあ、どうでしょう。お稽古が、お、谷口さん。 一通り終わったようです今ね、さっき、あの、鷺の森神社のくじを引いたときにね、後ろから先生の声が聞こえまして、あれ濃茶で福佐、福さ予報さばきしましたかねっていう声があってね、あと思いました。私もね、最初のお手前で、そういえば、予報さばきをしてなかった。普通のの薄茶の お手前での草さばきをしてましてね。やばい。もう一回ね、お稽古に戻りまして、何かをやったら何かが抜けるんですよね。で、お稽古も、濃い茶、薄茶、濃い茶、薄茶と、こう、繰り返したりもしてましてね、もう何が何だかというところもありましてね、ちょっとこう今日はね、濃い茶には基本ですけども、予報さばきが抜けてました。ちょっとこの後、 もう一回、精進し直して、行っていきたいと思います。はい。さあ、それでは、一番大切な、心にハートに元気をチャージする、合言葉で締めくりたいと思います。さあ、皆さん、合言葉は、きっと、もっと、京都を、好きになる、この、好きになる、という時の皆さんも大合唱いただきまして、心にハートに元気をチャージするとともに、ハートマークを作って、 京都までたくさんの元気をお届けいただきまして、私たちからもたくさんの元気を皆様にお届けしたいと思います。それでは行きます。きっと、もっと、京都を、好きになる、あ、後ろからも聞こえてきました。ということで、本日は、楽旅京町やお茶室から、後ろ、 大座式でのお茶のお稽古の様子ともにお届けしました。さあ明日、11月26日木曜日は夜7時からのお届けとなります。昼間もね明日は講座で何箇所かに公演に行きまして夜の7時からライブ配信お届けしたいと思います。明日の夜は私のオンライン講座もありますので7時からライブ配信、7時半からオンライン講座ということで 両方楽しむ方は素敵な夜になりますよ。ぜひ楽しんでいただきたいと思います。それでは、ありがとうございました。ハートマークを押して元気をチャージしてください。はい。それでは、ポチッと消してお稽古の方に私も戻りたいと思います。 当たりました襖に当たりました